CDTV ライブの裏側に潜むヒラの仕様の衝撃的な一面、ファン必見の驚愕エピソードとは、グループ、no.、ナンバー、アイ、ハ、CDTV のトレーラーにほんの数秒しか登場しませんでした。しかし、その短い時間に何千ものコメントと視野が集まりました。そこには、翔くんの可愛さと愛らしさに対する熱狂が溢れていました。彼の姿は SN、SNS 上で瞬く間に拡散され、 ファンたちの心をつかんだ。その可愛らしさについて、人々は次々とコメントし、感想を共有しました。天使すぎる、という声があちこちから響き渡り、めちゃ可愛い、という簡単の声が上がりました。しかし、一部の人々は、その可愛さに対する疑問を投げかけました。この可愛い生き物は一体何なのか彼の可愛さには、どのような魅力があるのかそうした問いかけが、新たな議論を巻き起こしました。 一部のファンは、翔くんの姿を見て、平野仕様は本当に可愛い、と探索しました。しかし、その一方で、彼の可愛さには驚きの声もありました。こんなに可愛いことしてたのという疑問が、彼のファンたちの間で共有されました。さらに、彼の愛らしい仕草についての感想も多くありました。チョバックハぐやん、超可愛いといったコメントが、彼の可愛さを称えるものでした。 一方で、翔くんが豚ちゃんと共演する場面についても、注目が集まりました。なんだこの可愛いの、いいな豚ちゃんといった声が上がり、彼の可愛らしさが再び称賛されました。そして、彼のファンたちは、彼の可愛さに対する興奮を隠せませんでした。思ってたんでスタンバイしてました。ちょいちょい出てくるから目が離せないですね。嬉しいといったコメントが、彼の姿への愛情を表していました。 最後に、豚ちゃんのほっぺをつかむ翔くんの姿についても、ファンたちは感想を述べました。女の子を顔に、未知と手荒ラではないかうん、羨ましいぞ、といった声が、彼らの間で共有されました。翔くんの可愛らしさに対するファンたちの熱狂は、CDTV のトレーラーに登場した数秒の瞬間に集約されました。彼の可愛らしさに対する異なる見方や意見が交錯し、新たな議論を生み出しました。このように、 翔くんの可愛さに対するファンたちの感想は多岐にわたります。彼の可愛らしい仕草や姿に対する熱狂は彼らの心をつかんで話しません。果たして彼の可愛さの秘密は何なのでしょうかそしてその魅力は今後どのように進化していくのでしょうかグループナンバー i イ CDTV のトレーラーにほんの数秒しか登場しませんでしたが、短い間に何千ものコメントやシェアを集めました。 その理由は一目瞭然です。彼らの登場には紫輝くんの愛らしさと魅力が溢れています。ツイッターやインスタグラムなどの SNS では彼の姿に惹かれるファンの声が噴出しました。あまりにも天使すぎる、めちゃ可愛いといったコメントが数えきれないほど寄せられました。そして、ハッシュタグは平野信用ナンバー、i、CDTV ライブライブなど瞬く間にトレンドになりました。でも、 一つ不思議なことがあります。彼の愛らしさがそんなに注目される理由は何でしょうかもちろん、紫輝くん自体が魅力的なのは間違いありません。しかし、もしかしたら、彼がバックハグをするシーンや、豚ちゃんのほっぺをつかむ姿など、ちょっとした仕草や表情が、ファンの心をつかんだのかもしれませんね。例えば、豚ちゃんのほっぺをガシッとつかむのシーンは、なんとも微笑ましい光景です。彼の優しい手つきや、 愛らしい笑顔がファンの心をくすぐります。そんなシーンが繰り返し映し出されるたびにファンたちはますます彼に惹かれていくのでしょう。しかし一方で彼の愛らしさが注目される一方でその裏には何か深い意味があるのかもしれません。例えば彼の姿がファンにとって心の癒しや安らぎをもたらす存在である可能性も考えられます。また彼の表情や仕草が ファンに勇気や希望を与える何かを持っているのかもしれませんね。そんな仮説を裏付けるように、最近の研究では、愛らしいキャラクターや動物の画像が、人々の心理的な健康に良い影響を与えることが示されています。可愛らしいものを見ることで、心のストレスが軽減されたり、幸福感が高まったりするという報告があります。つまり、紫輝くんの愛らしい姿が、ファンの心を癒し、元気を与えている可能性があるのです。 彼の登場が、ファンにとって特別な瞬間や癒しのひとときを提供しているのかもしれませんね。そう考えると、彼の愛らしさが注目される理由がより明確になります。彼の姿は単なるエンターテイメント以上のものであり、人々の心を豊かにする存在なのかもしれません。あなたは、紫輝くんの愛らしさにどんな意味を見いだしますか彼の登場があなたにどんな影響を与えていますか彼の姿が、 あなたの心に何か特別なものをもたらしていると感じますかぜひ、その感想や意見をお聞かせください。グループ、ナンバー、I の出演は CDTV のトレーラーでほんの数秒だけでしたが、その短い時間に何千ものコメントやシェアを集めました。なぜでしょうそれは、翔くんの魅力によるものです。彼の可愛さに引き込まれた人々が SNS 上で熱狂的になったのです。 何千ものコメントが集まった理由は明らかですね。平野史洋くんのその可愛らしい姿は言葉にならないほど魅力的だったからです。彼が登場するイアイナやいなや SNS 上では天使すぎるという声が溢れました。その可愛らしさは見る者の心を足づかみにするものでした。CDTV のライブトレーラーでの彼の出演はファンにとっては喜びでした。彼の可愛さはまるでゴーと最高のようで、 その姿はまるで可愛い生き物のようでした。そんな彼の姿を見てファンは興奮し感動しました。平野紫潮君の可愛さに触れたファンたちは彼の姿を称えるためにハッシュタグを使いました。彼の可愛さはその後ろに3人で小さく隠れている姿ですらもめちゃ可愛いと絶賛されました。彼の可愛らしい仕草はファンを魅了しました。 彼の後ろで小さくなっている姿は、まるで守られるべき存在のようでした。平野紫洋くんの出番を心待ちにしているファンも多かったでしょう。彼の登場を待ちわびるファンは、出番までには帰らねば、と声をかけました。彼がスタジオにいる姿は、ファンにとっては幸せな時間でした。彼の可愛らしい姿に見とれるファンもいれば、彼の出演を楽しみに待つファンもいました。彼の可愛らしい仕草や表情は、ファンの心を和ませました。 彼の可愛さはファンの心を癒し笑顔にさせました。平野紫くんの可愛らしい姿はファンにとっては特別な存在です。彼の可愛らしい姿を見ることができる喜びは言葉では言い表せません。彼の可愛らしい仕草や表情はファンの心を温かくしました。しかしファンたちの中には彼の可愛らしい姿に驚く人もいました。彼の可愛さに触れたファンはこんなに可愛いいことしてたのと驚きました。 彼の可愛らしい姿は見る者の,の心を打ち抜きました。平野潮君の可愛らしい姿に触れたファンたちはその感動を SNS 上で共有しました。彼の可愛らしい姿はたくさんの人々の心をつかみました。彼の可愛らしい仕草や表情はファンの心を奪いました。平野潮君の可愛らしい姿はたくさんの人々の心を打ちました。彼の可愛らしい仕草や表情はファンの心を足しづかみにしました。 彼の可愛さに触れた人々は、その感動を SNS 上で共有しました。しかし、彼の可愛さに対する反応は様々でした。彼の可愛らしい姿に感動したファンもいれば、彼の可愛さに驚いたファンもいました。彼の可愛らしい姿は、人々の心を奪いましたが、一部の人々はその姿に疑問を抱きました。彼の可愛らしい姿に触れたファンたちは、彼の可愛さを称えるために SNS 上でコメントを残しました。 彼の可愛らしい仕草や表情はファンの心を打ち抜きました。彼の可愛らしい姿はたくさんの人々に喜びを与えました。最後に、平野紫く君の可愛らしい姿を見たファンたちは彼の可愛さを称えるために SNS 上でコメントを残しました。彼の可愛らしい仕草や表情はファンの心を奪いました。彼の可愛さはたくさんの人々に喜びを与えました。